京都大学学術研究支援室クラ。And that brings us to the end of this fascinating seminar. And please join me in thanking all the distinguished speakers today. 国際グループの URA は、まあ、主に各メンバーが、まあ、いろんな地域を担当しておりまして、で私の担当はアフリカ、であと海外ファンドには日本以外の、ファンドを英語で申請される先生方のお手伝い、その2つが主な業務ですね。一番良かったなっていうか楽しかったのはその大型資金を取ってきた時 でやっぱ国際グループとなるとそのステークホルダーの数がその国内だけじゃなくて海外にもいるので、いろんな、まあ、私の場合でしたらアフリカの相手方の大学の研究者だとか、あと、まあファンディングエージェンシーだとか、いろんな調整をまとめながらこう長い間企画して大きな事業に採択される時がやっぱり一番面白いですね。特にアフリカで、まあ、例えば共同研究の契約とか、あと大学間学術交流協定を結ぶときに、まあ、かなりいろいろ文化の違いだとかその習慣の違いがありまして、でなかなかその予定通りいかないことが多いんですけども、まあ、そこをかなり忍耐と、まあ、気力を持ってじわじわと進めていくっていうのが、でようやくそれが結果につながるっていう点が、まあ、一つやりがいですね。URA ってよく言われるのがその研究者と大学職員の間をこう仲介するようなその中間職っていうような形でイメージされている方多いと思うんですけども、自分はもっとその研究者と URA の間ぐらいの位置づけで仕事をしたいなっていうのは常々思ってまして、受け身になるんじゃなくてこちらからこういう研究内容がいいんでやりませんか、それぐらいの勢いを持った URA になるっていうのが、まあ、将来的な理想ですね。卓越した知の創造活動を学問・社会を発展させる力に。